じゃん。今日は石川県の河北かな？河北のここの森林公園に来てみましたということで、鹿、猿、タヌキ、行ってみます。イエイ！ヤギコーナー。見て見てみんな。あげまーす。かわいい。かわいすぎる。めっちゃ食べる。次進んでみます。鹿コーナー。鹿さんちょっと遠いです。次。猿コーナーに向かいたいと思います。猿山に来ました。どうですか。あ、動いてった。引っ張ってない？自由。猿山やって。お猿さんコーナー終了いたしました。やっぱ動物って可愛いね。いやーめっちゃ興奮した。可愛かったわー。もうキュンやキュン。動物園は午後4時で終了でございます。今、日本鹿、ヤギ、日本猿見たからこっち行きますね。じゃあちょっと。行ってみましょう。じゃん、来ました。たぬきコーナー。毛づくろいしとる。おいで。散歩しとんかな。おい、たぬきコーナー終わり。次は本土店。本土店やって。ちょっと見てみる。イタチって書いてある。イタチって、ちょっと待って。本土店、はあ、はあ言うとりますが、はいはい、うまい。すっげー、あのハムスターみたい。何かな。イタチかやって。夜行性なんやこれ。北海道に住むんや。結構獰猛な一面もあるんやって。小動物で時にはノウサギや大きな鳥も捕らえますよって。結構凶暴なんやね。 OK ということで、とりあえず動物シリーズは終わったので、ちょっと公園を散歩してみたいと思います。よしよしよし、渡ります。怖っ。結構高いかも。高っ。じゃあちょっと今日は動物だけで帰ります。帰るよ。駐車場までこっから通します。ロッついてよん。すごいいい、いいところ。楽しい。野生と触れ合える。なんか一番好きやったのは、個人的にヤギさんめっちゃ好きやった。今回は石川県の森林公園でございました。それではバイバーイ。暑い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 。